サーブラウは2プラス2レイアウトを持つ TVR のトップレンジに位置する高性能モデル。発表されたのは1993年のバーミンガムショーだ。紹介場で早くも話題を集め、その場で276台の予約注文が殺到したという逸話を持つ。 TVR は真の高性能車を生み出すために1990年代からエンジンの自社開発に着手し、このサーブラウに搭載した。一つはバンク角75度の V 型8気筒、もう一つは直列6気筒である。直6エンジンを搭載したサーブラウはスピード6と呼ばれた。サーブラウとしては最もおとなしいモデルだったが、それでも4リットルの排気量から最高出力355馬力、最大トルク 45.62 キロを絞り出した。おまけに車重1130キロと聞けば、その怪力ぶりはわかるだろう。スピード6はこのエンジンをフロントミッドに積み、5速マニュアルで後輪を駆動した。足回りは伝統の前後ダブルウィッシュボーン。ブレーキも対向ピストンを備えた本格的なものである。サーブラウのシリーズ中最も過激だったのが1999年のロンドンモーターショーで投入されたスピード12だ。このスピード12はほとんどニューモデルといえるほどのインパクトを持っていた。主要骨格こそスチールパイプだが、フロアやバルクヘッドにはアルミ製ハニカムが用いられ、軽さと光合成を両立したのである。しかし圧倒されるのはエンジンだ。排気量 7730cc という V 型12気筒エンジンの最高出力はなんと811馬力。この結果スピード12の最高時速は 386.2 キロ、時速100キロまでの到達時間は 3.5 秒という凄まじいものとなった。エクステリアは曲線を多用した優雅なものだが、その中に秘められた獰猛さは相当なもの。乗り手を選び辛口のスポーツカーである。